ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。まあ、衝撃的なニュース飛び込んできましたね。そうだね。はい。まあ、朝起きてびっくりしたんだけども。うん。まあ、原監督が巨人のね、ね今季限りで辞任ということで。本当に突然でしたけどね。まあ、突然だったしね。うん、まあ、昨日そのテレビ局でね、うん、まあ、いろんなこと聞かれて、はい、知ってるんじゃないのとか、あ、このことですか、このことをね、はいはい、いやーなんか巨人のオーナーが言葉濁したよねっていうような話をしてて、うん、いやーでも2年連続 B クラスでね、うん、このまま終われないだろうっていうような、うん、で契約があるっていうのもあと1年ね、あと1年ね、うん、知ってたし、うん、まあ、こういう形になるというふうにはまあ、思ってはなかったね、うん、もう1年勝負するというふうに俺は思ってたけど、うん、同じ年で ね、同学年で、うん、まあ、大学時代から切磋琢磨しながらね同じプロに入り、うん、まあいろんな話をしてきたけども、まあ負けず嫌いな男でね、うん、まあ、それでまあ阪神は岡田監督1個上で、でそれは対戦を楽しみにしてたわ、うん、原監督は ね、うん、だけどまあ阪神にね負けるというような形をとって、うん、このまま終わるとは思わなかったけどもね、うん、まあだけどまあ我々の象徴だったからさ、彼は同年代の存在がね、うん、存在がね、だからまあ功績はね素晴らしく高いものというか、うん、そういうものを残したんだけども、はい、まあ、なかなかねファンというのは厳しくて、うん、また世間というのは厳しい、うん、まあ、昨日のね、中日の立浪監督のねファンへの挨拶の時にも、ね、まあ、罵倒されたようなね、まあ、そういうことがあったし、うん、やっぱ勝負の世界って、まあ、結果の世界だから、うん、まあ、そういう意味ではすごく厳しい世界だなっていうふうに ね、でも監督としては、うん、素晴らしい功績をね、そうですよね、まあ、残してるよね、うん、原監督ね95年に現役を引退して、はい、一軍のコーチをしてた後に長嶋監督の後を継いでヘッドコーチから監督に、うん、まあ、そうだね、なられて、もうその1年目にリーグ制覇と日本一を成し遂げて、そうだね、でその後、ね、ユニフォーム1回脱いだりであって合計3回監督ということでやられて、うん、で2度の3連覇を含む9度のリーグ優勝、すごいよねそれもね、うん、3連覇ですもんね、3連覇してね、それも2回そして3度の日本一に輝いた、うん、で監督としての、うん、球団歴代1位となるレギュラーシーズン通算1290勝そうだねを挙げていると、うん、もうだからもう実績を見るとさ、うん、もう押しも押されるというか、うん、巨人の中ではトップだし、うん、ね、ただ B クラスで2年連続終わるということは、うん、やっぱり巨人というチーム、巨人のファンというのが、うん、やっぱり許さなかったんだろうね、うんうん、でも原監督は多分辞めるつもりはなかったと思うよ、今回こういうことになりましたけど、うん、まあ、だけどいろんな話し合いの中でね、うん、じゃあ身を引きましょうというような、うん、まあ、そういう話にはなったんだと思うんだけども、ね、はい、まあ、責任は感じてたと思うけども、 そうですね、そのままその置き去りにして、うん、球団を去るというようなね、うん、まあ、そういう人間ではないし、うん、まあ、1年やろうとしたんだろうけども、まあ、いろんなバランス、いろんなことを考えて、うん、じゃあ身を引きますという、まあ、結論には達したんだと思うけどもね、まあ、原監督といえばさ、はい、やっぱこう最初の年かな、坂本勇人がまだ、うん、レギュラーじゃない時にね、うん、まあ、でキャンプの時に入って何年目かっていうところですか、まあ、2年目かな、うん、でちょっといい選手がいるんだよって豊かって、うん、ちょっと一緒に見てくれないかって言うから、うん、じゃあ俺面白い存在になるよって言って、うん、初めて坂本勇人を見た時にね、うん、いやこの選手を俺は育てようと思うんだけどどう思うって言われて、うん、まあ腹の中では決まってたと思うんだけど、うん、お腹の中ではね、あ、腹感ではには決まってたんだろうけども、うん、でも見たらすごくダイナミックな動きをし、あこれはやっぱ巨人の中心選手になるんだろうなっていうふうに、うん、で原監督がもう手塩にかけて育てたのが坂本勇人であり、うん、阿部慎之助がね、入団した時に、う
長嶋監督に、うん、まだヘッドコーチの時にね、うん、阿部慎之助が入ってきて長嶋監督に言ったらしい。この新人の開幕、うん、この日は一生に一度しかない日だと、うん、ね、阿部慎之助を使ってくださいと言って、阿部慎之助が開幕スタメンを得たという、うん、まあ、それからああいう大選手になっていくというね、うん、だからやっぱこうチームも勝たせながら選手も育ってきた、うん、で来季の、まあ、来季は分かんないけども、うん、あの門脇がショートに入り、うん、そのショートで使い続けてた坂本がサードに回りみたいな、内野の布陣を途中で大きく変えたけども、うん、だけどそういう功績っていうのは、うん、なんか計り知れないものがあると思うんだよね、うんうん、だからまあ残念だなと思うし、行ったらやっぱ同級生ということで、うん、おいたかって呼んでくれるしさ、うんうんうん、すごく取材に行っても、うん、会うのが楽しみな、ね、まあ、監督の一人だったけどもね、まあね、一解説者と監督という立場ではない部分に戻るっていうところがあるんですよ ね、まあ、まあそうだね、で YouTube で初めて監督室に入れてくれたしさだから本当に感謝しきれないぐらいにね、うん、思ってんだけども、でもここで辞めるっていうことはなんかこう WBC の、うん、監督もあるなっていう風にね、ね、なんとなく、まあ、不自然ではないですけど、うん、この唐突なね辞任っていうこと、うん、なんかあるのかなってちょっと思いますか。まあ唐突な、だから WBC があるから辞めるとかそうではない、うん、そうではなくて、うん、このタイミングで辞めたっていうことは、うん、まあ井端監督っていうのが WBC の、はい、監督になってるけども、うん、ね、もう近日中に発表というか、うん、今日発表になるかな、なりましたね、正式にということで、ね、うん、で会見もすると思うんだけども、はい、これが、ね、いわくつきの期限付きなんだよね、いわくというかね、期限なんかそうでしたね、うん、だから、うん、原監督はこう浮く形になるし、うん、WBC のなんていうのかな、経験もあるしね、うん、優勝監督だし、うん、だから原監督っていうのはこう勝負の世界っていうのは、うん、まあ、好きだしね、うん、まあ、団体競技も大好きな人だし、うん、だから、まあ、可能性は出てきたかなっていうようなね、ね、まあね、今後、まあ、まだ全然そんなことは分からないでしょうけど、でもこれは憶測で喋ってるから ね、井端に申し訳ないけども、うん、だけど井端もなんか、うん、まあとりあえず期限付きでというようなことで、うん、まあユニフォームを着るみたいだけども、うん、まあまあ原監督がね、うん、まあ浮いたということは、うん、まあそういう話も出てくるんじゃないかなっていうのは気がするよね、うん、うん、で気になるのが、はい、ね、公認なんだよ、うん、まあ書いてあるけども公認は阿部コーチ有力ということに、はい、まあいろんなニュースを見ても多分そうだと思うし、うん、まあでもいろんな報道の中でね、うん、阿部コーチの公認はない説も流れたけども ね、この後はね、そういう誰がなるのかなっていうのでね、うんうんうん、でも原監督に阿部慎之助がね引退する時には、うん、ちょっとその時にちょうどお会いして、うん、YouTube を撮らせてもらったんだけども、うん、新之助はなぜユニフォームを脱ぐかっていうと、うん、やっぱ私の後任のために勉強させる期間が早い方がいいと、なるほど、いうようなことで、まあ、脱がせたっていうことを言ってたしね、うん、脱いでもらったと、うん、私の力になってもらいたいということでね、うん、だからいろんな報道があったけど絶対原監督は裏切らないよ、うん、それは絶対球団には頭を下げてでもお願いしたと思うよね、うんうん、だからまあ阿部、監督が誕生するのかなというね、うん、なんか巨人に縁があってさ、うん、だから原監督は同級生でしょ、うん、まあ学校は違うけどね、同じ年ということ、うんうんうん、阿部慎之助は大学の後輩になるからね、そうですよ、またなんか取材がしやすいなみたいなまあそんなありがたいなっていうようなお話なんですけども、ね、まあ だけどね、もう65歳、うん、彼はね7月22日、うん、俺は10月22日で、うん、65歳になるけども、ちょうど3ヶ月違うんですね。そうね、うん、やっぱ体力的にね、やっぱもう若々しいけどもやっぱしんどいわ。もうこれはね、この なんていうの、普段のね、うん、こう生活するのでもいろんなことがあるのに、うん、巨人の監督をされてるということで相当なプレッシャーもかけられるしね、うん、まあ、その中で本当に
よく務めたなって思うし、うん、岡田監督はね今年優勝し、うん、場内一周をフラッグを持ってする時に、うん、ってやってた。あ、気になりましたね。そうそう。で、まあ、岡田監督に体大丈夫ですかって聞いたら、うん、いやまあ大丈夫大丈夫って言うけども、うん、なんか気力だけで立ってるようなね、うん、気力だけでやってるような、で負けたくないという一心でね、まあ、やってたものがね、まあでも体も酷使した、うん、精神的にも酷使してきたから、まあゆっくりやって、あのゆっくり休んでね、ちょっと一段落というところでしょうか。で好きなゴルフにね、うん、またあの打ち込んでほしいなというふうに思う ね、 ね、まあ一時代が終わるかなっていう、まだ岡田監督がいてくれるから、まだこう我々の時代がちょっとつながってるような感じがするけども、まあ、原監督が辞めるということを聞いた時にね、うん、ああまあ WBC のあの井端、あ、サムライジャパンのね、WBC というか、あの、うん、サムライジャパンのね、はい、井端監督っていうのを聞くと、うん、ああ一時代がまあ、だんだん終わっていくのかなっていうようなね、うん、ちょっと寂しい思いではいたんだけども、まあ信じたに継承言うというような感じですね。まあそうだね、うん、でも次は後輩のまあ新之助がね、あのユニフォームを着るのかな、まあユニフォームを着てるけ るけど、まあ、監督として ね、 指揮を振るうということも、まあ、しっかりね見ていきたいし、うん、ね、原監督からこう教えてもらったものをいかんなく発揮し、うん、まあ、優勝に突き進んでいくんだろうなっていうふうな、まあ、期待をしてます。はい、ね、まあとにかく、まあ、今日、東京ドームに行くので、ちょうどね、まあ、会えたら、うん、まあ、監督とちょっと話をしたいし、ね、ちょっと話も聞いてみたいなっていうふうに思います。まあここをね、はい、この発表があってすぐに三鷹さん、ね、東京ドームに行く予定になってたっていうのに ね、 なんか縁があるのかもわかんないね、本当に、はい、そうだからまたね、同級生ということでね、まあまあそうだね、いろんな話ができるといいですね。そうだね、うん、はい、まあとりあえず、うん、今日一戦残ってるんで、うん、優秀の美を飾ってほしいけど、相手は DeNA、 ちょっとね、負ければ3位ということで、ね、DeNA にはね、まあ、複雑な気持ちで東京ドームに行きますけども本当ですね、うん、まあでも本当に一区切り、うん、ね、お疲れ様でした。はい。